トゥナイトファイブ。始まりました、トゥナイトファイブ月曜日、担当は大谷愛美がお送りします。いやね、この番組は吉本沖縄と FM 小座のコラボ番組のとなっておりまして、月曜日から金曜日まで芸人が日替わりでお送りしております。で、月曜日は私大谷愛美が担当なんですが、いやね、ちょいちょいちょっともう声聞こえてますけれども、本日のゲストはこちらのお二人です。どうぞ。どうも、オープンスペースでございます。よろしくお願いします。お久しぶり。帰ってきた。お待たせ。お待たせ。いやー、来ちゃったね。帰りなさい。ただいま。嬉しいね。ただいまという言葉がね、まさに。いや、ほんとそうよ。まさかね、こんな早くね、帰ってこれると思いませんでした。沖縄ただいま。ただいま。最後に、まだね、いつ、8月いっぱい。そう、8月。9月の、9月の。あれだよ、帰る前日ぐらいだよ。そうそうそう。出たんだ。多分。この、トゥナイトファイブ。そうそうそう。もうマンスリーゲストで1ヶ月。あ、そうだね。8月お世話になりました。ほぼ出てたんですよね。ありがとうございます。いただいて、ありがとうございます。それ以来でございます。それ以来でございますね。いや、それからね、あのオープンスペースさんの、はい、同期であり、はい、通信講座の一期生の、うん、レンゲさん。ああ、そうだね。レンゲさんもね、マンスリーゲストで、レンゲがなんかお世話になってたみたいで、ね、あの風船バカがね、バカ風船がね、バカ風船がね、バカ風船が、バカ風船とお月のものが。今日見てるんじゃないですか、チャンダイさん。山下ちゃんだい見てる。見てる。レンゲ。電源見てる。本当に ね、自分が風船みたいになってきやがって、ね、時間があったらね、レンゲはなんで小耳レンゲなのかっていう話もしたいと思いますね。やめときましょう。やめましょう。それやめましょう。いろいろありますから、ね。はい、わかりました。それやめときます。ピー、はい、はい、ということで、はい、オープンスペースさんと1時間お送りしていきます。はい、はい、お願いします。メールアドレスは761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp、うん、質問メール何でも構いませんので、はい、お待ちしております。はいはい、でツイキャスとユーストリーム配信もやっておりますので、うん、コメントの方もどしどし、ねね、送ってください。何でもいいですよ。何でもいいよ。いやーね、帰れとかでもいいですけどね。いや早っ。いるって言う。いるって言う。いるって言う。帰れって言われたらね。言われたらですよ。沖縄モンチさん、こんばんちゃー。お久しぶり、沖縄モンチさん。ありがとうございます。ね、メールしたよって、ありがとうございますと読みたいと思います。まはい、みすずさん、今日観覧にも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、楽しみます。はい、イエイ、イサゴさん、高しににお帰りなさい。ちょっとなんで俺だけ3なの俺も2、2でいいでしょう。そう2、2って言われ、帰ったきたんだよ。2、2って言われるために。ニーニーでいいでしょ。イサゴニーニー。イサゴニーニー。高橋ニーニー。高橋ニーニー。はい。ゴニーニーでいいから、ゴニーニー。パニーニーみたいな感じでいいから。パニーニーみたいな。美味しそう。美味しそうです。じゃあ、楽しい。はい、ありがとうございます。早く帰れって。言ってるね、すぐ言うね。テントさん、早く帰れ。ねえ、ありがとうございます、ね。いるー。キーちゃん、はい、こんばんは、オープンスペースさん、お帰りなさい。ほんとです。ただいま。か月にね、戻った時もみんなにお帰りなさいって言っていただいて。ほんとにね。でも何人かはなんか関係がリセットしたかのような、うん、顔見知り感のあった顔の人もいましたけど、うん、なんかそれどういう感じの挨拶だったんですか。なんかね、ある分かるでしょ、うんうん、分かる分かる。なんか結構夏は仲良くし、うん、しゃべってたのに、はい、こっちもその感じで行くけど、そうだね、ちょっとおはようございます、ちょっとだから忘れちゃうのかな、そのどういう感じだったっけっていう、そういう絡み方、どういう感じだったか忘れられてんだなっていう、はい、その温度差を感じる場合も何人かはいた、ちらほらいましたけど、でも今となったらもう取り戻したよね、取り戻した、もうすぐ。確かにみんなお帰りなさいお帰りなさいって言ってましたね、確かに楽屋では、うん、もう嬉しいです、もうみんなにお帰りなさいって言われて本当嬉しかったよ。そう、でも別に何かをしたわけじゃないんですよ、ね、そうよ、まあ成し遂げたわけじゃないんだけど、何成し遂げて、まあまあね、1ヶ月ね、いてね、はい、夏も、はい、それで、そう、いや私に関してはジャンピングしてましたからね、私ね、ねえ飛びついてたもんね、そうそうそう、受け止めるので精一杯でしたもんね、いや本当にもうって喜びも、いや本当に待ってましたよ、喜びもそこそこに、本当にもうお待ちしておりましたよ、はい、いやオープンスペースさんは、うん、いや沖縄にいる限り、はい、ちょっとこの番組でそうね、できる限りね、いただきたいなと、出たいと思います、はい、まそうそう、これをやりに来たと言っても過言ではない、はいはい、いやそうだよ、でも本当にそうこの番組出るために、沖縄花月、はい、お化け屋敷、はい、FM 小座稼働っていうのでスケジュールをなるほど、はい、抑えていただいて、いやありがたいですね、嬉しいです、はい、本当に来ましたよ、テントさん、はい、
本当に帰ってきたかったのか。何疑ってんすか。何言ってんだよ。帰ってきたかったに決まってるじゃないですか。デイジ帰ってきたかったんすよ。デイジ早速方言、なんだっけ、甘草じゃなくて甘草じゃなくて、いやいやいや、薄政忘れてる忘れてる、薄政甘草じゃない、薄政ありましたね、薄政ね、いやー、そうそう、本当にこれで1時間お送りしていきます、はい、でメールもね届いてるんだけど、ちょっと一旦早めにちょっと CM 行かないと、いつもちょっと喋りすぎちゃって、ね、はいはいはい、じゃあ行きましょう、行きましょう、そうそうだね、一旦 CM 挟みます、はい、やっぱチャンネルも気にしてるからそうそう、トゥナイトファイブ、これだからやめられねえぜ、はい、CM 中盛り上がっちゃった、いや、トゥナイトファイブ、ね、オープンスペースさんとお送りしております、はいはい、どうも、いや、メールがね早速届いているようなので読みたいと思います、結構長めに出ましたよ、はい、ありがとうございます、沖縄モンチッチさんからいただきました、はい、あゆみさん、オープンスペース、高橋さん、伊佐子さん、こんばんサニーレタス、こんばんサニーレタス、いいですね、二度と読みません、もう二度と言うことはないでしょう、いや、食物繊維、ね、ちょっと変えるな、食物繊維たっぷり、あなたの胃腸もすっきり爽快って何言うとんじゃ、お、ありがとうございます、あ、うんちの話ですね、はい、やめてくださいよ、どんな、はい、どうも、沖縄市の小人族、沖縄モンチチヤイビン、オプスペさん、はい、久々の沖縄いかがですか、モンチは相変わらずですって覚えてないか、なそんなことないよ、あゆみさんもオプスペさんも画面越しで元気そうな姿見れて嬉しいサイド、あ、ありがとうございます、いい、ね、今日も調子いいですね、 してヤブカラおじさんなんだけど最近発見したことがある、ちょっと待ってください、全然内容が入ってこないんですけど、これダジャレが重なりすぎて逆に邪魔になっちゃったもんね、これね面白いな、ヤブカラおじさん、ヤブカラおじさんって出てきたら確かに棒よりびっくりする、ヤブカラおじさん、ヤブカラスティックみたいなことない、ヤブカラおじさんなんだけど、それは怖いわ、最近、まあ、おじさんにも言うもういっすわ、もういっす
さ、これ進まないから、ね、おじさんで広げなくてもいいですよ。進めてください。最近発見したことがあるんだ。なんだい、なんすか。それはね、うん、芸人さんは笑顔の神様だってこと。あ、なんか急に、うん、急にいいこと言ってます ね。誰かの笑顔のために必死でアホなことして笑わせてくれるでしょう、うん、素敵よね。あゆみさんもそうだし、オプスペさんもそうだし、だからみんな落ち込んだ時にこそお笑い見に行くべきだよ。本当その通りです。ハッピナハでは、うん、毎日同じ日ありませんよ。新喜劇にスペコメ、ウチナーライブ、単独ライブ、さらには花月隣のお化け屋敷も、うん、マジムの部屋ができたり、お菓子の部屋ができたり、みんなの笑顔のために必死で、うん、アホなことして芸人さん行こうよ、ほら、うん、気づいたら笑ってる、うん、キャラバン頑張る芸人さんも応援してあげてね、はい、ではラジオ最後までチバリを、うん、PS、はい、オプスペさんに質問、うん、沖縄に住んでみたいと思いますか、うん、住むなら沖縄のどこに住みたいですか。ではまたの、またのていうかモンチチさん、なんか吉本から給料もらってますね。すごいね。なんかそうだね、桜みたいなことしてくれますね。すごいっすね、こんなにも告知してくださって。いやでも本当その通りですよ。やっぱり本当そうです、ね、本当に、あの毎日全力でアホなことしてますから、はい、はい、もうぜひともね、ありがたいっすね。元気欲しい時はね、そうですよ、ぜひ来てほしいです。沖縄花月に足を運んでください。いい大人がね、うん、集まってやってるわけですから。やってますよ本当、ね、でかマジムンでしたっけ。でかマジムンでしたっけ。いいんだよ、ね、リーグね、まあ、リーグに出てるんだよ。去年の夏の思い出話をしたってしょうがない、うん、そうだよ、はい、ね、本当に質問ですよ。何ですか。沖縄に住みたいと、住んでみたいと思いますか。あ、住むならどこに住みたいですか。いやでも住みたい沖縄、うん、住んでみたい、うん、住んでみたい俺、うん、花粉症がないでしょ。ああ、そうね、それはでかいかもね。杉がないからですか。そう、何があるんですか。私花粉症って分かんないんですよね、ずっと沖縄で。あ、いいな、花粉症分かんない人生いいと思う、はい、もうひどいもん本当。憂鬱よこの時期が。私アレルギー性鼻炎なんですけど、うん、いやもうそんなもんと比じゃないぐらい多分きついと思う多分。ずっとくしゃみしてるんですか。ずっとくしゃみしてる。だってもう朝起きてからもうそうよ。でなんならくしゃみで起きるとかもあるんじゃない。でもう喉もイガ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 するし、目も痛いし、目もかゆいし、かゆいし、すごい、もう朝起きたらもう目にすげえ時ある本当に。で開かないもん、うん、はこういう固まっちゃって、ちょっとラジオであれだけどこういうふうになっちゃって。これって治療法とかないんですか。でなんかね、うん、注射とかもあるみたいだけど、はい、まあでもほとんどの人はやっぱあんまやんないよねそういうの、ね、ね、でも営業先とかもし外とかだったら、いやだから大変だと思う。多分大変だと思う。でもね、見たことがないからね、花粉症のくしゃみをしてネタやってる人って見たことない、ね、だからね、それはすごいね、不思議なもんでね、ネタってなるとね、これ花粉症だけじゃなくてなんか体調悪い時とかもそうなんだけど、はい、やっぱネタやるとなんかちょっと元気になるというか、すげえ、うん、なんか引き締まんのかね。そう、さっきのねモンチスさんの話じゃないけど、うん、やっぱりお笑いやっぱそういう力があるんだよ、俺は本当そう思うよ、うん、棒読みか、もう全然今の顔と声のと、だからね、うん、沖縄にこの時期来るってなった時にまず頭にうぎったのは花粉症だもん。あ、花粉症なくなる今年って思ったぐらい。花粉症って今の時期なんですか。ちょうど今もうドストライク、今まさによドチョッド、うん、ドシーズン、うん、今がもう真っ只中。いつまでですか、これは。多分5月ぐらいまで続くんじゃない。あ、じゃあもう本当に、うん、だからちょうどね、5月6日までだから、はい、まあ、ちょうどいいんじゃない、ちょうどいい頃に帰れる。だって今何にもないもん今、うん、症状。へえ。本当に。ね、だそれもあるし、やっぱ気候もいいしさ。うん、いいよ住んでみたい沖縄。本当ですか。うん、なんで俺だって食べ物だって好きだし。あ、何疑ったの。そうですね、一緒にユニオンとか行きますもんね。うん、これからも行こう、ね、だからいいと思う、ね、どこに住むかって言われたらちょっと分かんないな、ちょっと ね、うん、ね、まだ全部をね、じゃあ小座、じゃあ小座、じゃあってじゃあ小座違いは何、違いが何がある、違い、どういうこと、まあ、那覇は都会、那覇は都会、それだってうちらが住んでるのはもうあれじゃん、まあまあまあ、国際通りの真ん中に今いるからさ、そうですね、住むとしたらおすすめは、おすすめ、いや私はもう地元宜野湾、宜野湾、じゃあ海が近いとこがいいかな、じゃあ海、茶炭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 、じゃあ茶炭、じゃあ茶炭、うん、難しいですね、どこがいい、どこが人気なの、ちなみにどこだろう、もう人によりけりよね、よりけり、どこだろうね、うん、私が住んでる宜野湾市は何がいいかって言ったら、うんうん、どっちの中間なんで、あ、那覇に行くにも、なるほど、どっちにも行ける、ちょうど中間地点なんです。なるほど、じゃあ例えばさ、その実家から出ます、はい、一人暮らししますって人は何で決めるの、
大体そのどうだろう、仕事場からの近さとか、まあ、そういうことでしょ、じゃあその場所場所に乗ってのメリットみたいな、はい、はい、だと思います。そんなないみんな車持ってるんで、あそっか、はい、そうそう、だからいろいろ選べちゃったりするんでしょ、うん、分かんないな場所だとな、ということです、いいですかね、はい、はい、ありがとうございます。海沿い、海沿い、海沿いですよ、海沿い、でどんどんコメント、はい、あ、美香さん、自分も花粉症わからない、気になるね、だから私も全然花粉症とかわかんないから、え、でも本当にいないの沖縄にはないの、まあ、杉がないんじゃないですか、ないんじゃない、ないですよね、聞いたことないです私。でももし沖縄の人が東京に行ってね、はい、花粉症になるってことは全然あるんでしょ、はい、絶対あるでしょ、絶対あるよ、ある、ありそうですね、うんうん、なんか人には分量が決まってるんだって、花粉症になるまでのその花粉の分量が、はい、そのコップの量が大きいか小さいかで花粉症になるかならないか決まるんだって、はい、なるほど、だ溢れちゃうともうずっと花粉症になっちゃう、なるほど、へえ、だから年取ってもなんない人はそのコップがやたらでかいってだけでならないから、沖縄から行ってもそのコップがおチョコぐらいだったらもうすぐバッってなっちゃう、うん、イサゴさんもなんですか、俺もね微妙にそうなのよ、うん、微妙にやっぱそこまでねひどくはなんないんだけど、うん、やっぱりこの時期とかはやっぱもうくしゃみ出たり目かゆかったりはするね、結構、うん、いきなりなる人もいるからね、東京にいてもいきなり、あ、今までならなかったのに、そう、今までならなかったのに体質が変わるってことですか、なんかわかんないけども、溢れた瞬間なんじゃない、そうそう、多分そうじゃない、今までのが、うん、だって絶対最初に言うのが俺花粉症じゃねえって絶対言い続けるって、これあるあるだから、これは結構あるある、花粉症あるある、俺ないよ、ないよ、目かゆいだけって言うけど、そうそうそう、いやそれだって言って、ね、そうそうそう、認めた瞬間も最後、へえ、面白い、なんかいやほんとつらい、キーちゃん、はい、花粉症かわからないのは羨ましいです、うん、軽症ですが現在進行形で花粉症を発症してます、うん、そうなんですよ、やっぱ結構ねみんなやっぱ多かれ少なかれやっぱあるのよ、うん、やっぱり目かゆいとか、うん、喉なんかイガイガするとか、杉とヒノキが、うん、あ、そうそう、ヒノキ花粉なんすか、なんすか、あるしね、うん、そう、でもけもっといっぱいあるからね、終わって杉のシーズンがあるわけよ、今飛んでる花粉は杉です、はい、だから杉花粉がこれが終わったからといって杉花粉が終わったら次はヒノキの花粉です、うん、ヒノキの人気をつけてくださいみたいになるわけよ、あ、これってあれですか、インフルエンザ A 型 B 型みたいなもんですか、まあまあまあ、そうそうっちゃそうかな、まあ、そうなのかな、高橋さんは何なんですか、俺どっちもなの、うわ最悪、だから渡るの最悪最悪だからずっとこの時期終わりも長いよ、これ一生のお付き合いだから、うわきついよ、今年ないのよ、今年、うん、よかったな、嬉しいですよ、らしいですよ、うん、っていうぐらいの ね、あ、沖縄はイネ科の花粉症の、うんうん、可能性ある、可能性はあるんですね、可能性はある、でもだから初めて聞いたの、ね、あんまりそんなにやっぱいないんだろうね、だからなる人が、だからやっぱないって言われてんだろうけど、初めて聞きました、イネ科、イネ科の東京ってね、アスファルトじゃんほとんど、はいはい、だから滞留するんだって、だから他の地方よりもなりやすいみたいな、なるほど、残っちゃうからね、残っちゃう、土がないから、はい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 、土もあるじゃん、そうです、ありますね、そうなるとそこに落ちていくけど、はい、東京はもう、あ、確かに確かに、なくならないからなっちゃう、はやだ、詳しいでしょ、さすが自分が持ってるだけあります、うん、あ、あ、すすき、あ、すすき、へえ、初めて聞いた、すすき花粉でも少ないのね、らしいですね、まあ、ね、でもじゃあもう向こうに住んでる人たち、まあ、大変してるんでしょうね、まあ、大変ですよ、大変、うち家族全員そうだもん、うん、わ、え、これ遺伝するんですかね、そこも関係ある、まあ、あるあるんじゃない、うん、体質も遺伝も、うんうん、多分らしいですよ、皆さんも気をつけてください、うん、ね、気をつけよう、まあ、気のつけようはないと思いますけどね、よ、花粉王子、お、ありがとう、花粉王子多いんだって、だからすごい多いんだ、王子だらけだよ東京今も、うん、プリンスだらけで、みゆさん、はい、うん、迷ったら北海道に住もう、全然もう沖縄と真逆行く、真逆、うん、まあでも北海道もちょっとね、まだ俺行ったことないからさ、私も行ったことないです、ね、北海道、興味はある、うん、うちね母親が北海道だから実家、あ、そうなんですか、うん、結構行ってる、あ、北海道行ってみたいですね、うんうん、どっちがいいの、北海道と沖縄、いや俺沖縄の方がいいな、沖縄の方がいい、でも寒いからですか、向こうは寒い、やばいらしいです ね、まあ、だろうね、とにかく寒い、うん、いや沖縄はもう寒いって言っても、まあじね、短いしその寒い時期は、うん、まあ住みやすい場所だとは思いますけどね、まあね、はい、で沖縄に5月6日までいるじゃないですか、ええ、はい、で前回、うん、
沖縄に来て、うん、できなかったことやりましょう。そう、それは本当に本当に、うん、忘れ物はしてるからね。はい、うん、何したい、何何できなかったことって。いやだって高橋さんに限っては、うん、本当だったらあのバイクに乗ってドライブするっていう、うん、ツーリングみたいなね、ツーリングに行くっていう話だったりとか。あー、言った、うん、でなかなかお化けの休みがなくて、うん、行けなかったんですよね。もう唯一できたことって言ったら、あの夜の海での花火ですよ。花火したね。磯本五段っていうけん玉の最高だったよ。最高の夏の思い出。お盆シーズン、しかも、うん、お盆の中日か3日目ぐらいのウークイかな、ウークイか中日ぐらいで、そうそう、なんか危ない危ないみたいな。そう、磯本が海に出るよ、危ないよ今日、海に入ろうとしてから、バカじゃないごめんっつって止めて、そう、海でシャオケーシャオケーじゃねえ、全然オッケーじゃなかった。そう、ダメだよっつって、足引っ張られるよっつって止めて、うん、行ったな、はい、そうだな、磯本タクシーで呼んで行ったな。そうです、そうです、タクシーで来たの、来いよって、磯本は、はい、そう、花火するぞっつって。なるほどね、はい、やったな。そうね、だからやりたいよ、いろいろ、なんかダイビングだったりとかね。そうだよね、ただ正直この3連休がものすごくおかげさまで忙しくて、うん、はい、今回もやばいんじゃないかっていう匂いはしてきております。そう、俺もね、ちょっとそれあんのよ、ちょっとね、来る前のね、夏、うん、夏よりはみたいなあったよ、はいはい、だからね、今まで言ってた後輩とかも、うん、いや今はそんなことないんじゃないですか、うん、って言ってくれたのよ。 そうそうそう、はい、それがですよ、この春休みですね。そうなんだ、やっぱし、ね、時期的にやっぱ春休みとか、ありがたいことに、いや休みもらうとしたら、うん、映画祭始まる前とかじゃないですか。だろうね、なるほど、そこはね、そこ狙って、すいません、あの予定合わせましょう、うん、前もって、うん、オッケー、オッケー、で、ちょっとシャオケー、シャオケー、いやいやいや、いないからね、シャオケー、もういないから、彼は今東京にいますから、今、そうね、そうですか、いやいや、なんでいるんですか、東京に。磯本にも来てほしいんですけどね。磯本は今どこにいるんですかね、東京、ね、磯本五段ね、皆さん、ね、なんか、わ、うん、ね、ありがとうございます、なんかめっちゃ来てるんですけど、あ、これね、あれです、東京のお客さんですよ。そうですね、東京でよく見に来てくれる。何さんですか。はるかさん、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 オープンスペース、うん、本当に沖縄いるんですね。そう、泣きって、そうそうだ、結構だから泣きってきてますよ、結構ライブ来てくれるから、ね、ライブちょこちょこ来てくれて、うん、すごいね、出待ちとかもしてくれるんですけど、沖縄行く前のライブとかでも、うん、そうそうそう、どうしたらいいんですかこの1ヶ月半って言ってました。いや、その前は結構他にいろいろ、まあまあまあ、まあ、うん、だからそう、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、僕らはね、ここで頑張ってまた戻るからね、うん、そのうちね、花粉症なってないです、なってないんですね、ありがとう、メールわざわざありがとうございます、いっぱい来てますよ、3通ぐらい来てますよ、すごいすごい、オープンスペースいる間に沖縄行きたいです。ぜひ、ね、そう、ぜひ来てください、来てくださいよ、うん、あの、ね、ピーチだとね、安いみたいですよピーチ航空会社ね、そうそう、那覇から成田間が飛ぶようになったんですよ、今まで飛ばなかったのに。あ、そうなんだ、もう最近なんだ、じゃあ最近です、へー、はい、なので、じゃあぜひね、うん、はい、はい、早割りで7800円ぐらいかな、安い、うん、安いです、うん、ぜひぜひ来てください。いや、なんかすごいですね、これは違いますね。これは違いますね。業務連絡ですね。危うく今読みそう。危ないですね。危ないよ。いやー、こういうね、生放送のね。すごい。危ない。大家さん、こういうの読んじゃうところあるからな。危ない危ない。こういう業務的なメールも来るんですね。いやいや、僕は初めてです。今、うっかりちょっと読みそうでしたけれども。危ない危ない。いや、はるかさん。はい。頑張ってますよ、沖縄で。ありがとう、ね。ということは、今、リアルタイムで、ユーストとか見てる、ね、見てくれてるんですかね、ツイキャスとかね。うん、あ、嬉しいな。いやー、ありがとうございます。はい。ありがとう。なんだろうな、何ができる？沖縄で。春の沖縄はどうなのよ。あ、シーミー。シーミー？ 4 月しか、シーミー。あの、お墓、沖縄のお墓って独特なんですけど、はい、あの、県外のお墓ってなんか、うん、なんて言えばいい、言葉で、あの、まあまあ、細い細い、なんて言えばいいですかね、まあ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 、あの、ね、縦長いというか、まあ、縦長い墓石、まあ、そうね、こう石、なんて言えばいいのかな、ちょっと長方形のね、はいはい、長方形のじゃないですか、うん、でも沖縄のお墓って、うん、でかいですよ、あでかいなんて言えばいいのかな、何でかいってどんぐらい、でかい墓が横幅が、あ、もう人間が人間が、なんて言えばいいんだろうな、そんななんか人間が、あ、画像を出してくれました、スタッフさんが、あの、あ、人間が座れるぐらいの、あ、なるほどね、ちょっとなんかもう、そうなんです、あんな、そうです、
嘘、あれお墓なんですか。お墓です。お墓の敷地内でにブルーシート引いてみんなで座って。わあすごいすごい。わあすごい。なるほどね。あ、そうですそうです。あの中です。あのお墓の中でみんなでベッド、うん、ベッドというかあのオードブルとか重箱とかオードブル持ってきて。いやでも本当にバーベキューする人もいるんですよ。お墓の前で。それがまあ成りわしというか。4月にこういう先祖を敬うというか、そういうなんか、まあ、なんか一緒に一緒に楽しもうみたいな。シミって言うんですけど。があって、うん、それがちょうど4月ぐらいかな、うん、それを僕たちやる、いやいやいや、4月といえば春と春といえば春の沖縄といえばってことね。そうですね。まあでもあったら呼んで、うん、あの公の公の公のシーミーどんなシーミーどんなシーミー、公のシーミーはもうみんなと一緒ですね。普通に草刈って知らねえんだよ。だから、まあ、草刈るんだ。草まずはとりあえず1年間でボーボーなるんで、まあ、墓の周り。じゃあその時にしか行かないの、お墓は。じゃあ1年通して1年に1回。お盆とかも行かないんだ。じゃあお盆は、お盆にも買っとけばいいじゃん、そら、うん、もう覚えてないですね。あんまやってないな、さては。あ、もうバレました。すごい悪い顔してた、すごい悪い顔してた今。やべー、それが4月なんだね。あ、そうですね。あ、でもつい先、いつだ、2日前ぐらいに、うん、確か、うん、あの石垣島、もう日本で一番早い海開き、はい、もう海開き始まりました。あ、ね、なんかそれは聞いた、はい、うーん、ね、まだちょっと寒くない？大丈夫？ちょっと、ね、寒いかもしれないけど、今日なんかね肌寒いし。そうだよ、うん、大丈夫です。石垣島があったかいの？石垣のまだ多分あったかいんじゃないですかね、多分。でもなんか海開きするっていう、昨日多分、昨日なんかね、明日の天気みたいなやってて見たけど、はい、多分石垣もそんな変わってない。同じぐらいなって。結構変わらないといけない感じ。多分ちょっと寒いんじゃないかな。寒いよ。何今んとこ。今んとこ全く春の沖縄。そうね。あれだよ。ピンときてないよ今んとこ。だけど海開きはしてるんですよね。なんで、あの我慢大会みたいな感じになってない？ちょっとそうだね。若干我慢大会始まってるかもしれない。寒中みたいな感じになっちゃうよね。いやでもあの、前回田畑藤本さん来た時にダイビング行ったんですけど、はいはいはい、ね、聞いた、うん、行きましょうか。いや行きたい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 行きましょう行きましょう、ダイビング。え、どうだった、それは寒かった、大丈夫？いや、あのウエットスーツですよね、うん、全然、うん、もう、あ、全然平気でした。全然寒くないし。行きたい。なんすか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 。海開きのニュースで、うん、唇紫にしている子供の映像が流れるのが風物詩って。だから寒いんだよ、ちょっと寒いんだよ、根性じゃん。そう、ふーってなってる。あるある。うちはもう小学校の時とかいたな、うん、そういう人。うん。ミカさん、あ、亀、あ、キッコ？何？キッコ？亀工場。亀工場かな。びっくりした、キッコーかと思った。亀工場か。縛り。いや、違いますよ。キッコー縛りですね。戦争中はそこに避難していたらしいです。それぐらいできる、はいはい、場所があったりするんだね。はい、亀甲バカ、防空壕代わりにもなるような、はい、まだ生では見たことないですか。いや、見たことない。沖縄の墓は見たことないです、ね、ないですか、うん、じゃあドライブがあったら通りましょうか。え、なんかビビらそうとしちゃう。いや一番ビビるのこの人、うん、そうでしょ。そうなんですよ。俺全然そんな大丈夫だ。俺もマジで大丈夫だ。マジでスピリチュアルとかもう信じてない、足気にしてきたタイプだから。マジでだからあるのかもしれないけど、ね、体験したことがないから、うん、ないし、はい。いやでも一応、うん、お墓は見といた方がいいと思いますよ、せっかく沖縄に来たのと。違うからね、全然違うんで。ね、逆に私あの、うん、東京とか初めて行った時に、うん、うわーと思いました。お墓見て写真撮りたかったですもん。こんななんて。うん、これテレビで見るやつだーこれ。なんで、シーミーどこでするん、ね、なんでお前なんでさ。何どこでするんって、なんでそのちょっと博多弁で。同期でいるのよ、博多弁がね、強いやつがいるのよ、博多弁がちょっときついやつが。そいつの喋り方になっちゃってるよね、うん、いや本当に初めて見た時に、うん、マジでうわこれあれだ、水かけるやつだと思いました。テレビで。あ、そうかけるよ。え、水かけないの？いや、ないです、そんなの。え、何かけんの？三品茶。え、普通にお酒ちょっと置いて。水かける？やめろ。かけないよね。じゃあなんか磨くとかないんだ。そういう綺麗にしてとか。いや、うん、草刈るぐらい。すごい違うね、こうも違うもんなんだ ね、 そうですね、やっぱり。あ、うん、ルーハー、だからさっきの遥さん。あ、そうそう、なるほど、うん、ありがたい。
沖縄一回行きたいです。ねえ、あ、まだ行ったことないんですね。あ、沖縄に一度も行ったことがないということですね。多分そうなんじゃないですかね。ぜひね。そうだよ。うん、もし来れるんであれば来てほしいですね、はい。お待ちしております。今どこ来てほしいよ。沖縄いいとこ。うん、沖縄ね、うん。本当に今回。墓？墓かな？今。墓ばっかかよ。おい墓しかないのかいこの時期。あるでしょもっと。もっと沖縄今の時期海。そうですね、うん、海はまあ、うん、まあ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 4月まあ墓か海か だってもう桜ももう散ってますからそう桜ももう散ってますから、うん、そうねそうですよね、うん、まあ天気さえ良ければ、うん、もう海ですね海だね、うん、やっぱりまだ来てから言ってもパーッと晴れたのはないから、ね、そうね、うん、なんかねあんまり初日でもなんかそうマジでねドンテンドンテン中のドンテンでねおいって言っちゃいましたよ思わず歓迎しろよって久々なんだぞ久々なんだぞそうそう絵に描いた曇りそうマジでね絵に描いたようなじゃない絵に描いたやつそう絵に描いたやつもう絵に描いたやつだったもんそうそう本当にうん、マジでね、うん、そうだからカンカンデリってのがね、うん、あんままだねあまだ来てないかなでも最近ありましたけどね私があの、うん、ダイビング田端星野さんと行った時は、うん、もうめっちゃ天気良くていいな、なるほどねうーんそうだよねダイビングとかするんだったら絶対天気いい方がいいよね、はい、そりゃね次の日は土砂降りだったんで、よかったじゃん本当にタイミングが良かったです ねすごいいや初めて私も海ちょっとトラウマで子供の時に溺れたことがあってそうなのもうそれから海怖かったんですけど、うん、で それから久しぶりに行ったってことですかはい海に絶対入らないんで私、しかもダイビングでめっちゃ怖かったです最初やっぱ顔、ね、つけるのも怖くて絶対そうでしょめっちゃノリノリの写真上がっとったよ、ね、いや途中何回かパニックって迷惑かけましたけど、うん、どうしたいの、ね、どうしたいのってそこを端折ってすごくいい写真が4点もう何回かパニックいましたねパニックってうわーってなって、ちょっとペアが藤本さんだったんですけど、うん、藤本さんには申し訳なかったですなるほど本当にちょっと迷惑かけたいや大家ちゃんすぐ上上がろうとするからさみんなどんどん下に行ってんのに私パニックってすぐ上に上がるつもりダイビングだからね、はい、そりゃそうよそうそうそう潜んないと、はい、え払拭できたそれはでもいやでも楽しかったです、うんはいちょうど 生であれ、あれを見ましたニモああ隠れクマの実はい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 うわーと思って手出したら噛まれてめっちゃ痛かったですけど噛まれて2も噛むめっちゃ痛くてめっちゃ痛くてしかもうわーってなってまたそこでパニックで上に上がるうわーってなったんですけどで後から聞いたらなんか今ちょうど産卵期らしくて隠れ熊の実あちょっとこう栄養欲しかったで親がナーバスになってんだちょっとでも親が子供たちを守るために多分噛んだんじゃないかなるほど脅威だと思ってそうだねうわ来た来た子供子供ってなのになんか来たぞーっつって普通に噛まれましたねそうなんだいやでもちょっと本当に感動しましたあの、うん、いろんなの触ったりとかして、うんまあ、でもいろんなの触ったりして人でとか人でとかナマコとかサンゴとかとかうん、はい、行きたいないやいいよねそうダイビングなんてやっぱできないからね東京いたらね、はい、行きましょう行きましょうあのちょうど後輩芸人に、うん、名前なんだっけ塩やんダイバー名前なんだっけ最近会ってないんで分かんないね全然ね、うん、なんか顔出さないんでしょあんまりその塩やんは、ね、いましたっけ8月の時は会いました、会ったことない名前はめっちゃ聞く8月は特に繁忙期ですから ね、うん、ダイビングの、うん、ダイビング芸人がいましてねそうだよねダイビング芸人もう芸名にもだって最初塩やんっていう名前だったんですけど、はい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 、今もう改名して塩やんダイバーなんで、うんそっか。でそういうネタもそういうネタやってんのそうですそうですダイビングネタ。海に愛されとかやったらなんか歌い出したりとかして、ゴーグルつけて。ちょっと見たいな。全然記念撮影みんなで、うん、あの洗剤取りようって言った時に、うん、ゴーグルなかなか取らないんで、うん、みんなにちょっと洗剤だから、ね、洗剤だからって。そうだよそうだよゴーグルの写真になっちゃうからね。何してんだそれなんでね、いや塩屋のところ行ったら結構格安で本当に潜らせてくれるらしいですよ。あじゃ あそうなの、はい、ぜひお願いしたいですね。それはね、いきなりな会ったこともないしな、はい、塩屋。まあまあでもそれはさ、でもみんなそうでしょ、うん、そうです。みんな会わないまま行ってお世話になるでしょ。そうです。そうでみんなめっちゃ良かったっていう話聞くから、はい、結構先輩とかの話もさ、うん、ちょっと本当に玉藤さんと潜ったところ、うん、ちょっと報告はしてないんですけれども、うん、玉藤さんと潜ったところの半額ぐらいで、あそうなの、えー、
行けるらしいです、じゃあ絶対そっち行く絶対半額の方行くらしいですよ、うん、はい、ということでじゃあ今年のというか今回滞在中の目標は海ですね、はい、そうだね、うん、海ただもうパニックった場合はうちら田畑藤本ほど優しくはないから置いていくから、ね、そうだねちょっと待ってくださいよ本当に親がパニックったぞってなってももうそうだねそれはちょっとごめんやけど置いとくいやいやそっとしとく それはごめん、そこはもう、うん、耳鳴りとかが本当にもうまあいろいろねパニックって熊の身にも親がバク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 って言われてんのもうゲラ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 って言ってはボコ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 大爆笑しちゃうわじゃあそれはいやいや楽しみでも行きたいですね、本当に行きたい本当に行きたいです、うん、本当にで、沖縄在住七瀬さん、はい、日本一早い花火大会が4月9日、そうなんだそこまでいますか、全然います、はい、あの4月いっぱいまあいますんでね5月6日までなんであ開演祭か、私開演祭1回も参加したことないんだよね、チケット高いよね。そうなの？開演祭？いやいやめっちゃすごい、なもう何万発、ね、何万発？何万発？何万単位で花火が、すごいですよ。どこでやるのそれ？宜野湾市っていうところでやるんですけど、あでもこれ別に行かなくても外からも見えるよね。あすごいから。ちょっと遠目からでも。はい、あ全然それでもいい、ね。それ狙って近場まで行きましょう。それでも全然いい、ね。その時間だったらね。そうだよ。終わりとかで。終わりで終わりで行けるんで。何時か分かんないけども、分かんないよ。10時までやってるかもしれないから、うちは。そうだね。ねラストの可能性全然あるからね。そうですね。まあタイミングが合えば。合えばね。行きたいですね。4月9日。ありがたい、いい情報。はい、まあいい情報ありがとうございます。耳寄り情報ありがとうございます。耳寄り情報ですね。そういう番組ですかこれは。ね、情報番組。全然そういうのも。日本一早い海開きと花火大会、ね、なるほどね、ゲットしました。コンベンションシティからも全然見れます。あなた場所もねいただきましたよ、これはゆうとさんですかね、うん、久保さんの弟かな、こんばんは、ね、違うね初めまして言うてるからね、大家さんオープンスペースさん初めまして、はい、いろいろ勉強とかして遅れました、えだから聞いてます、あそう高校生なのかな、あなるほど、学生さん、じゃあもう一回同じ話しましょうかね、ねいやいやいや、お墓って本当あんななんですか、ね、いやいやいやいいですか、そのお墓の話はいいです、さして別に聞きたいと思ってないでしょうしゆうとくん、うん、ね、あそうさっき読むの忘れてたんだ、はいはい、何、春の思い出だ、あ春の思い出ね、春の思い出、春の思い出、まあ春って言ったらね、入学式とかやっぱり卒業式とか、そうだね、まああと東京だったら花見とかもいっぱいあるから、あ、花見いいな、何すか春の思い出じゃないんだけどさ、はい、じゃねえのかよじゃあやめてくれ、うん、じゃあ何、春の曲っていい曲多くね、ああなるほどね、桜ですか、そうそうそういうやつのそのあの感じ、確かにお別れと、だから出会いと別れとかね、はいはい、そうやつの新生活だったりとか、春の曲好きな曲多い、何が好きですか、例えばあれあのあれ松たか子のやつ、明日春が来たらですね、確かにね、えちょっと聞きます、え一曲流します、じゃあ流しましょう、ちょっとありますかね、松たか子のああいう曲、あと桜の曲もいい曲多いでしょうよ、桜確かに多いです、生き物がかりやら、うん、他にもあります、いっぱいあるじゃないですか、小袋もあるし、直太郎、直太郎もあれば、松任谷由実、春よ恋、ああ春よ恋もありますね、がいい好き、私もファンモンしか出てこない、ね、ファンモンちょうだい、ファンモン、桜ちょっと存じ上げない、いや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 あります。明日春が来たら松たか子の。ほら。あれちゃんと私サビ以外ちゃんと聞いたことないですけど。いや結構いいよ。結構いい曲なんですよね。いい曲であれは。いい曲、うん。誰かも言ってたなこれ先輩。明日春が来たらリメイクバージョンあんの知ってる？何それ知らん。何年か経っての、あれ最初学校かなんかの思い出歌ってるんだけど。ちょっと。リメイクで就職したところのなんか歌みたいになってる。リメイクバージョンもあるんだよっていうぐらい好き、私ちょっとすいませんね個人的に、音楽流れてる時歌詞カードも出していいですか、なんか歌詞とか結構ありますほらあります、よいいよくないいい思い出、いい思い出あるわ、ある、うん、春の曲一番春の曲好きだわ、他にもありますか好きな曲、すげえ言ったじゃん今俺、いやいやそれ以外でそれ以外あとなんだろう、だ生き物がかりの桜もいいし、桜
私も歌詞カード出しました。ちょっと出しました。初めて聞くやつなんで、うん、ちゃんと最初から最後そうだ、ね、がっつりちょっと聞きたいですね。うん、いいよいいよ。何なんでしょうね、あの感じ、そのやっぱお別れと出会いと、まあまあ、あ、じゃあそれを考えながらちょっと、そう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 、皆さんも聞いてください、はい、松たか子で明日春が来たら。聞こえ、聞ける。いやはい、お届けした曲は松たか子で、うん、明日春が来たら。いい曲だね。いい曲でしたね。春といえばなんかこういう感じの曲になって思い出しちゃうんですよ、ね。いろいろね、そうだよね、やっぱ
ゴー。卒業生ゴー。ゴー。いやいやいや。ヒビゴーじゃないですよ。ヒビゴー。ヒビゴー。カモン。全然違いますから。ヒビゴー。カモン。ジョイマン。ジョイマンになってるやん。なっちゃったね。仲いいかも。いやいや。でも懐かしいですね。懐かしい。やっぱり結構98年とかの多分そんぐらいだよね。90年代最後ぐらいのバリバリキムタクと思 う, そ う, そうドラマとかやってる頃ラブジェ ネ,、ね、ジェネレーションとかぐらいねとかぐらいの時期ですかね。いや懐かしい、ね、春だな。いいな、ね、これはだって絶対夏じゃないじゃんもう、うん、そうですね。そうこの春の雰囲気違います。はい、そうユーミンの春よ来い、うん、今、うん、ありましたね、うん、はいはい、うん、いい沖縄在住七七さんから、うん、ユーミンの春よ来いとか春よ来い、いいですね、うん、で私ユーミンの春よ来いって言ったら、うん、トンネルズ思い出すんですよ。あーなんかドラマやってたよね。あれじゃない、トンネルズのうっちゃんなんちゃんじゃない。違う、いや違う違う、あのねトンネルズ のりさんがね、そうですそうです、なんかあの会社員のコントで、そうそう連続なんかあ俺知らドラマ小説みたいなね感じでやってたんだよ、ね、なんだっけ名前忘れちゃった。なんかコントでなんかそうそうこのダメなサラリーマンの役で、そうそうちょっとあったな、あった気はする。落ちで、なんかミスって、うん、ミスって、その時流れるんだよね。悲しいやつだよね。そうなんですよ。そう。いいことがせっかくあったのに、そうそう後半絶対何かで閉じるんですよ。そうなの。閉じた後に、そのバックで、なんかあった気がする。なんだっけなって流れる。名前忘れた。某動画サイト見よう。いや、マジで見て、マジで見て。某動画サイトないかな。ね。で、彼女役が、あの、片桐入りさん。めっちゃ面白いよあれ、うん、あれ私皆さんのおかげです大好きで、うんね、ずっと見てて、でそのそ、それから春よ来いの CD を買ったんですよ。あ、それきっかけで、ね、ドラマ小説じゃなくて、じゃなくてそれきっかけで、ね、トンネルズきっかけで初めて CD 買ったのが小学校4年生だったんですけど、うん、初めて買ったのが、うん、トンネルズのガニっていう、うん、あ、ガニね、ガニと、あ、ガニか、ガニのシングルと、うん、ユーミンのアルバム、なるほど、春よ来いが入ってるアルバム、はいはい、あ、あれだね、でも春よ来いって NHK のやつ、はい、安田成美さん出てたから、あ、そうだね、はい、そういうのもあったりしたね、そう、パロってるやつ、あれ面白かったな、はい、あのドラマ、もう動画サイトしてね、あれは面白いよ、あれ面白かった、なんかたまんねんだよあれ、あのシリーズがなんか笑っちゃうんすよね、別になんか変にボケたりしてないんだよね、そうなんですよ、そうなんか覚えてる、そう、そう切ない感じ、そう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 、おなんかその頃になん、なんていう気持ちになればいいのかって感じで見てた気がするもん、なんかそうだね、そうなんですよ、当時はやっぱ小学生とかの時はなんかあんまりね、もっとね、そうそう、はい、ノリだとかやっぱそういうの で, で, やったんですけど、ね、ホモだホモで笑うんだけど、やっぱその時はね、懐かしい、ありましたね、懐かしいわあれ、面白かったな、あったんすけど、この春よ恋のもう落ちもっていうか絶対わかるじゃないですか、うん、絶対最後うまくいかない流れなんだろうなっていうのは分かってるんですけど、で結構しょうもないことでどうね、しょうもないことでミスってすげー覚えてるじゃん、はい、いいよって流れる、あれがもう動画サイト消す、何回言うねん、もう動画サイトって何回も言わなくていいよ、いくつかある某動画サイト、うんね、何個かね、何個かある、懐かしいですね、いや懐かしい、あれ、あー、うっちゃんなんちゃんさんの方あっちですよ、モテないブラザーズが練習して、はい、ユーミンのライブで、はい、春よ来いを二人でピアノで弾くやつ、あー、なんかあったね、そう、うっちゃんと勝松さんが、これな番組名なんですか、売りなり、売りなり、あ、懐かしい、それを覚えてて、はい、いつもピアノのね練習始めますって、はいはい、勝松さんがダーンって弾き出すと、はい、いつもダッダダッダダってブッチャーの音楽弾くって思ってたね、そう、毎回それやつ、毎回やつピアノ触るたびにめっちゃ覚えてるわ、勝松さんずっとやんだよ、ずっとブッチャーずっとやんだよ、ブッチャーの曲ね、ダッダダッダッダッってずっと同じのだから、一定のね、それをね覚えて、懐かしい、まさかの、まさかの春の話からね、こんな懐かしい他事務所の、そう、それはだって青春時代だから、我々の青春時代だから、それはダウンタウンさんだと見てるもん、それはそうよ、ロッツも見てましたよ、もちろん、はい、いやちょっと久々に私もちょっと見たくなりましたね、懐かしい、いやあれ面白かった、モテないブラザーズは某動画サイト確実にあるから見てみて、某動画サイト、そう、教えてる先生がめっちゃ泣くのてか某動画サイトって別になんでいろいろあるから某動画サイトで、あれはオッケーですよ、あれは某動画サイト、実際にこの、あ、某動画サイト、これも実際にこの今の、今のこの様子も、あ、上がるんで、 YouTube にある、 YouTube にある、 YouTube に上がるんでね、全然言えたじゃん、はい、まあ東京のね配信だと言うなとかなんとかとか言っちゃう時には俺言っちゃうの、あのダメなんですよ、ダメだ、言わないでくださいって言った時にね、そう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 、もう言っちゃうの
ね、絶対言わないでって、もう前もって言われてるのに言っちゃうから、別なのに別会社でやってるやつなのに、なのに言っちゃうんですか、もう病気ですか、だから言っちゃいけない言っちゃいけないって思って言っちゃうの、バカーって言ってるーって言っちゃうで、あーって思っちゃって、ずっとこうなってテンション下がって喋んなくなる、へこんじゃう、へこんじゃう、全部自分が悪い、全部自分が悪い、反省会すぐ始めちゃう、そうだ、即反省しちゃうの、終わってからにしてーって、言っちゃったーって、せめて終わってからにしてーって思うからね、それもダメだ、それも某、それダメなの、某芸人の某ギャグダメだから、もうそれなんでなんでよ、いや今休業してるからいいじゃん、休業中だけども、いやもう休業中だけどもね、はい、ということで、はい、あっという間にね、あ、もう早いね、 CM 挟んで、そうですね、 CM 挟んでからエンディングですかね、うん、はい、うん、CM 行きます。トゥナイトファイブ、はい、エンディングでーす。いやあっという間にね、愉快だね、最後にちょっとメールがね、はるかさんから届いておりまして、うん、これはどうもありがとうございます、ね、伊佐子さんの T シャツが面白いねっていうね、そうそう面白いかな、これ今ツイキャスで画像をバッハの T シャツですかね、そうバッハがね、ニューヨークの帽子かぶって、ね、はい、ありがとうございます、ということで、あっという間の1時間でした。ツイキャスの画面で見ると本当に伊佐子さんがインチキ DJ にしか見えないですよ、ね、本当にツイキャス特典今、ね、ツイキャス特典、ね、見たかったらツイキャス YouTube お願いしますよ、誰がお前うさんくせえ DJ 見てんだ、いさこさんのうさんくさい DJ、 いやね、今 ラジオしか聞いてない方はね、後日、はい、あのこの映像が、はい、あー、 YouTube でアップされますので、はい、ぜひ動画サイトね、うん、ね、あの、うん、チェックの もう言ってますから、はい、よろしくお願いします、はい、また来週からもぜひね、引き続きちょっとゲストお願いしたいねと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、ね、もうね、どっちかはもう必ず出てください。そうですね。二人、本当は二人ずっと出てほしいんですけど。はい。いやでも出ますよ。基本は別に。お風呂入ってなければ出ますよ。はい、どういうことですか。お風呂の時間でもあるからやっぱり。はい、そうだね。お風呂だからさ。ちょうどやっぱり。来週も皆さんお楽しみにということで、ご告知。そっか、うん、明日は平日、はい、平日公演沖縄花月14時から、公演やっております。ますで、お化け屋敷は11時から、はい、で今ですね、あの1周年でリニューアルしまして、はい、お化け屋敷の中にですね、あの、うん、謎解きの部屋とそうがありまして、はい、お菓子の、秘密のお菓子部屋、はい、これファミリーマートでチケットを買われたお子様限定になりますけれども、はい、はい、小学生限定、はい、お菓子詰め放題、はい、やっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、うん、はい、
で他にも、いろいろ待ってくださいよ。私が告知、あ、そう、水曜日にオーディションライブというのがありまして、場所がトマリン、沖縄花月ではないんですけど、トマリンの中、トマリンの2階ですかね、吉本の事務所がありますそこでオーディションライブ、前売り1000円となっております。1000円、で時間が7時半、7時半、あ、1000円じゃない、500円だ、ごめん、500円、ね、500円です。お、お得ですね。そうなんです、500円 で若手の、ね、あのネタが見れますので、ぜひ皆さん水曜日も遊びに来てください。前上げ知らない前上げ水曜日、僕ら花月でもありますよ。あ、ありますので、ぜひ皆さん、はいはい、あのオープンスペースもまだ沖縄にいますので、います、はい、全然いますので、花月皆さん見に来てください。ぜひお願いします。で、そして親指、ツイッターやってます、フォローしてね。5回の時のお前、磯本だよそれ。5回の磯本じゃん。結局何回磯本出てくるんですか、この1時間のラジオに。東京で1回待ってないのに。シャンダイさんと磯本の話ばっかりですよ。結局だよな、はい、忘れてた。なんてすんの。いやいや、もう、カモン。ということで、本日の、来週もお会いしましょう。はい、本日のお相手は、大井愛美と、オープンスペースでした。バイバーイ。